ス、一線を超えたエンジンを披露してしまう。10日、京セラドームで行われた楽天戦の試合前に行われたオリックスのエンジンが面白すぎるとして話題となっている。エンジンの中心の宗選手はその日自身のオカンが見に来ているというと、オリックス選手みんなでオカンに手を振ってアピールしていた。その動画がこちらだ。今日はですね、オカン来てるんです。オカン頑張るよ。見てないけどね。まあ昨日のことはね、昨日のことで切り替えて、いい試合でしたけど、今日もいい試合できるんで頑張っていきましょう。いきますよ。中学生野球部のノリで草。最後胸が何言ってるか聞こえなくてグダってるのおもろい。オカン頑張るよマジでおもろい。オカンってアピールめちゃくちゃ好感持てる。ちゃんと3安打する高校息子。職場にオカンが来て同僚たちとオカンってできるアットホーム感いいね。みんなでお母様に挨拶するオリックスの公式動画。ハッシュタグオカンで溢れてんの好き。これだからオリファンはやめられない。なんじゃ今 Q チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録コメントもよろしくお願いします。